高校男子 110m ハードル優勝、北陸高校萩原選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今回のレースを振り返ってどうでしたか？今回のレースは一回再レースということで、集中力が切れた中での決勝のレースだったんで、ちょっとバタバタしたところもあったんですけど、まあ、バタバタした中でのタイムなら、このタイムなら、まあ、良かったかなと思います。今後の大会へ向けての意気込みがあればお願いします。本当は今日ユース大会の照準を切りたかったんですけど、切れなかったんで、次の北線ではしっかり切れるようにまた体を作っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。